皆さんこんばんは、かんなぎまろです。今日はですね、ちょっと私の家に事件が起きまして、我が家が今大量のお酒で溢れ返ってるんですね。こちら私の家の冷凍庫なんですけど、この見て、金宮のシャリ金がですね、なんとこれ計30個かな、30個か40個あります。なんでこんなにシャリ金がうちにあるかというと、まあ、私先日3月12日誕生日だったんですけど、なんか LINE ギフトの欲しいものリストっていうのが、あの LINE のお友達に公開されてると思わなくて、私シャリ金を欲しいものに入れてたんですね。そしたら、なんとね、YouTuber のソワンワンと、エリカアイタムのアイタムちゃんと、あとアイドルの熊田かなえちゃんっていう3人から、シャリ金を送っていただきまして、我が家は今ありがたいことにお酒で溢れ返っております。せっかくなんで、シャリ金でなんか割って、美味しそうなそれっぽいカクテル、作ってみようの動画です。それでは、作っていきたいと思います。はい、ということで、早速飲んでいきたいと思います。イエーイ。ちょっとなんか割れそうなものがあんまり、まず氷結ストロング、ちゃんとね金宮のグラスを用意しました。こちらはでもアルコール分 20% もあるんで、これ入れるだけで 20% ってことでしょ。恐ろしいよ。シャリシャリだ。あ、こんなもんでいいんじゃない。じゃじゃーん、氷結ストロングベリーミックスブルーベリー&ラズベリーを入れていきたいと思います。おお、氷代わりってことだよね。いや、色は可愛いんだけど可愛くないので、なんかハリボ、家にあったハリボ、めっちゃ可愛い。見た目やばい。ちょっと待ってね。どうですか、可愛い、可愛いです。これをちょっと、まずこれは激辛酒、革命激辛かくわいい、可愛い酒だわ。で、喋ることは、ツイッターとインスタで事前に募集したので、そっから選んでいきたいと思います。今回はね、このなんか、ヘパリーゼプレミアムの方を買ってみたので、明日ちょっと朝から予定があるので、念のため飲んでおきたいと思います。飲んでみる。うわぁ!まずい!これは聞いてくれなきゃ困る。はい、飲めました。なんかまずいっていうか、なんだろう、甘い。乾杯、いただきます。うわ、やばい、死ぬ、逃げ場がない。だがうまい。二口目から慣れちゃいました。ちょっとさ、前髪上げていいですか。あれ、もう酔っ払ってきた。まろちゃんの小さい頃好きだったアニメとかある？アニメか。お邪魔女ドレミちゃんめっちゃ好きだった。ちょっと近寄る。なんかさ、ドレミちゃんになりたくて、あのコンパクトみたいな、全然覚えてなくて申し訳ないんだけど、このコンパクトみたいなやつやったらドレミちゃんってすぐ変身できるじゃん。それに憧れて、それを買ってもらったの、それのおもちゃを買ってもらったんだけど、それをつけてお風呂上がりとか裸にそれつけて1秒で着替えができるかなみたいな、パジャマに1秒で変身できるかなっていう実験をして、もちろん1秒ではできないんだけど、ちょっと早く着替えられた気がするみたいな、コンパクトを買ってからは。そんなこともありました。そんなピュアな時代もありました。ちょっともう結構来てる。もう明るいけど見にくいんだよね。ちょっと消してみよう。暗い。あ、これで良くない？こんぐらいがいいかもね。人生に絶望した時どうやって立ち直る？人生に絶望した時、よく絶望するタイプだけど、だいたい美味しいご飯食べて美味しいお酒飲めば、お酒が本当に、だからストロングが合法で良かったなって本当に思います。酒と飯、
大阪行った動画で帰りの新幹線で黒ラベル飲んでてさすがって思ったけど、ビールも好みの味とか銘柄とかある？昔はビール苦手だったんですよ。ビールめっちゃ苦手で、でもライブとかライブハウスのフェス行ったりライブ見に行ったら、なんかそのライブとかフェスでビールを飲んでみたいっていう夢がね、高校生ぐらいの時からあって、割とライブ行く人の中ではベタな夢かもしれないけどあって、飲んでみたいと思って、ある日突然今日飲めるなビールっていう気持ちになった日があったんだよ。その時にビール飲んだらめっちゃいい、美味しいみたいな、めっちゃいいライブを見ながらめっちゃ美味しい酒を飲むって最高だなって思って、そっからビール大好きになって、最初の方はなんか一番搾りが好きだったんですけど、一番搾り今なんかなんて言うんだろう、スムージーっぽいっていうかデザート感覚になってきちゃったので、私はあのもう銀の見た目のアサヒビールは朝日を最近飲んでます。でもね、これは絶対無理とかもなくって、まあ基本何でも美味しければ好き。男性の好きな服装を教えてください。いや私男性の服マジでわからないし、似合ってれば何でもいいって思うんですけど、やっぱユニクロとかを着こなせる人っておしゃれだなって思いますね。シンプルなものが似合う人がおしゃれでいいなって思うかな。でも好きなのはなんか夏なんだけど白 T にハイウエストの黒パンツにメガネの人ってめっちゃいるじゃん。あの格好私結構マジで好きですね。割とあの格好してる人誰でもかっこよく見える。服装だけで言ったら、お邪魔女ドレミの曲に影響されて嫌な宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃいされたこともあるとのことですが、他にこの歌詞に影響されたなってものがあれば教えてください。あります。影響されたっていうか、私がそうでありたいなっていう歌詞があって、聖子ちゃんのロックンロールパラダイスすごい好きなんですけど、ロックンロールパラダイスの歌詞ってこう、君の悲しみを全部ポイしてあげる力が欲しいよとか、君の頑張りを全部抱きしめてあげる力が欲しいよ、君の毎日は全部かっこいいって教えてあげたいよっていう歌詞がねあるんですけど、なんか人を好きになる時にどれぐらいその人のことを好きか判断する自分の基準として、ロックンロールパラダイスのマインドになれるような相手だったらめっちゃ好きだなっていうのを考えますね。だからとかこうロックンロールパラダイスの歌詞のような気持ちになれる相手だったら私結構好きだなっていう判断基準になります。だからこれは結構ね、影響されてるに入ると思います。ロックンロールパラダイスは本当いい曲なので、大好きなのでね、聞いたことない人は聞いてみてください。はい、マロちゃんは嫉妬とか焦燥感とかネガティブな感情をどうやって消化してるか気になる、お酒かな。これはあのマロの場合はなんですけど、嫉妬とかをマロの中では嫉妬があんまり悪い感情ではなくって、基本的に誰かに常に嫉妬してるんだよね。多分仕事でもプライベートでもなんか嫉妬の気持ちをマロはすごい大事にしてて、なんか嫉妬があるからこそあの子よりこうなりたいみたいなのが多分ちっちゃい頃からずっとその気持ちが逆に原動力に、ま、マロの場合はですけどなってるので、嫉妬とかムカつくとか割とマイナスな気持ちが自分を奮い立たせてくれてるので、私の場合はそれはなんか消すってよりはプラスの感情に変えようっていうマインドですね。今回のファイブゾックツアーではソロ曲に聖子さんの死神歌いましたが、相当難しいし覚悟がいると思いますが、マロちゃんが選んだんですか？聖子さんは何て言ってましたか？相当練習しましたか？経緯と裏話を教えてください。まあ、とりあえずソロ曲を今回のツアーでシャッフルしようっていう話にメンバーでなって、マロマロやりたいとかクオリアやりたいとかなる中で、まあ、マロも聖子ちゃんとシャッフルしたいって思ったんですね。で聖子ちゃんはあの武道館で絶対彼女をやってたり、会代わりで流星ヘブンとか歌ったことがある曲もあったので、最初マロはもう死神は絶対歌えないと思って、難しすぎて絶対歌えないっていうのがあったので、可愛い系で絶対彼女やろっかなって思ったんですけど、でもここは成長できるチャンスかもしれないと思って、時間は限られていたけど死神をもしちゃんとやりきることができたらめちゃくちゃ自分がまた一歩成長できるんじゃないかなって思えたので、死神やりますって答えましたね。これからもやっぱりめげずに難しいことにどんどんチャレンジとか挑戦とかしていけたらいいななんて思えるいいきっかけになりました。いろんなマロをこれからも見ていただけたら嬉しいなって思います。話せる範囲での過去の片思いの話は聞きたいです。え、
マロ片思いの方が多いんじゃないかな。自分のこと好きじゃない人を結構好きになりがちなんですよね。けど自分のこと全然好きじゃない人ってなんかうわかっこいいとか思わない？でもいや、もう自分のこと好きな人が好きだわ結局は。大人になったからね今そう思うけど、昔はやっぱり自分のこと全然好きじゃない人が好きだったと思いますね。だからほぼほぼ片思いだった。始まりはね、どうやったら好きになってくれるかなとかを考える時間が楽しかったかな。だから基本的になんか好きになられるのは怖いですね。減点方式で考えちゃうっていうか、好きから始まるとさもう下がっていく一方しかないのかなって思っちゃう。でもあんま好きじゃないから始まると、頑張れば頑張るほどどんどん好きになってもらえるんじゃないかなって思っちゃう。話を聖子ちゃんにしたら、私はマロにそう思ってるよって言われて、聖子ちゃんのこと嫌いになるとかないから聖子ちゃん分かってないなって思いました。酔っ払ってきました。マロちゃんが入れ替わりたいと思うゾックのメンバーはいますか？います二人いて、聖子ちゃんとリコです。聖子ちゃんって歌半端ないじゃないですか。リコって踊り半端ないじゃないですか。二人をミックスした人に一日なってみて歌って踊りたい、どうでしょうか？同じ意見の方いますか？まあゾックは誰になっても面白そうですね。お気に入りの洋服が見たい。これはもう今着てるこのパジャマお気に入りです。なんかポッケが見てクマさんになってるの。フードもこうなってるの、なんか赤ちゃんみたいな。でこれはね、あのロルラリちゃんっていう方のあの秘宝園っていうブランドのものなんですけど、藍染めカレンちゃんがマロにこれは似合うと思うから着てほしいって言って注文してくれたの。なのでマロ着てます。カレンちゃんこの動画見てくれてますかね？見てくれたら嬉しいです。前に肩出すの苦手みたいなこと言ってた気がするんですけど、逆に一番漏れる服の形種類はどんなやつですか？いや、あのね、漏れるのはやっぱりこうデコルテとか肩を出す服なんですよ。骨格ストレートなので多分デコルテ出した方が痩せて見えるんだけど、なんだろうな、痩せて見えると老けて見えるにもマロの場合は直結してる気がして、ゾックのカンナギマロってある時はデコルテを見せるとちょっとマロっぽくはなくなるんですよね。だからこういうなんか首が詰まった服かな。だから実際漏れるのはデコルテが空いてる服かなって思いますね。でもゾックのカンナギマロではデコルテ出さないけど、カンナギ秘宝館ではデコルテは出しちゃうかもしれないです。これやばいです。酒を酒で割ってんだから、もう割ってないじゃん。はぁ、チャブと即興漫才してください。え、なんかちょうどチャブがいるのよここに。漫才はできないけどチャブを紹介します。チャブ、チャブマロのこと好き？答えてくれない。チャブにはこうやってね、酔っ払ったらよくだるがらみをするのでうざがられてますね相当に。やだ、行かないで行かないで。マロちゃんは一日のスケジュールって立ててから動く派？いや、これはマロは一日のスケジュールを立てると動けない派なんです。ちょっと待って、行かないでほしい。スケジュールを立てると動けない派で、何日も前に予定入れちゃう、約束しちゃうと、なんかその当日には気分じゃなくなっちゃったりして、お断りをやむを得ずしちゃってる場合もあるんですけど、なのでその日の気分で決めてますね。全然スケジュールは立てない派です。チャブです。チャブです。チャブちゃんって7歳ぐらいですかってこの間聞かれたんですけど、まだ1歳になってないんだよね。チャブね、まだ赤ちゃんなの。赤ちゃんなのにこんなに大きいの。まだ1歳にもなってない赤ちゃん。チャブ行くならベッドに。アイドル内の不仲についてどう思いますか？私はなんか別にアイドルって友達を作るものじゃないと思ってるし、ビジネスパートナーなので全然不仲でもなんかそれで仕事に影響が出なければいいと思うんだけど、それでも私は今まで入ってきたグループで不仲で問題が出るようなことがなくって、みんな仲いいんだよね。アイドルって仲悪いって言われがちだけど、今までのスマイレージもアンジュルムもそうだし、今のゾックもみんな仲良くて、案外本当に仲悪いアイドルってどんな感じなんだろうって逆に興味がありますね。ライバル心があるっていう意味での不仲だったらいいんじゃないかな。あ、アイタムちゃんから
エリカとアイタムともグイ動画撮った星見沢って来てましたわ。撮りたい、グイ動画見たらグイ。鳥見沢、ゾックに入って変えたこと変わったことはありますか？でもざっくり言うと、もう何もかもは変わりましたね。曲とかも今までやってたものと違うから、もちろん振り付けも違うし、歌い方も違うし、なんだろう、ルールとかも全然違うし、どっちがいいとかどっちが悪いはマジでないんですけど、どっちも楽しいっていうことに変わりはなくて、でもマロ的には常に Now、 今が最高の自分だと常に思っているので、まあ昔から見てって今を受け入れられないって方もいるのかもしれないけど、いつかそんな方にも振り向いていただけるような活動をどん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 していけたら最高だなと思いますので、見放さず応援していただけたら嬉しいです。浮気されている人との彼氏との付き合い方を教えてほしいです。いや、わかんない、マジで経験がないのでわかんないですけど、浮気とかさ、嘘一回つかれたらさ、全てが嘘に聞こえてくるから、なんかそこがもう終わりかなって思うちゃうけどね。浮気なんか絶対されたくないもん。なんかするなら隠し抜いてほしいですよね。女の子の賞味期限って何歳までだと思いますか？アロは女の子に賞味期限はないと思います。経験を、いろんな経験をしたり、いろんな辛いことがあったり楽しいことがあったり、全部含めて死ぬまでどん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 いい味が出てくると思うので、賞味期限はないと言い切れます。こんな酔っ払いが言ってすいませんが、ないと思います、言い切れます。カレンとニシ、彼氏にするならどちら、旦那にするならどっちですか？彼氏にするならカレンちゃん、旦那にするならニッちゃんですね。ニッちゃんってマジで明るいですよ、常に。で、能天気に見えて案外ね、相手のことすっごい考えてるし、落ち込んでる表情とか見逃さないの。だから旦那さんになったら基本的に明るい家庭になるんだろうなって思います。でもカレンちゃんもね、すごい優しいし、マロマロってなってくれる気もするから、どっちとも結婚したい。でもまあ、みっちゃんと結婚したら明るい家庭を築ける気がするし、子供もバカ面白くなりそうって思うよ。ねえ、もう酔っ払った。リコから LINE 来てるから返すね、ちょっと待ってね。セイコちゃんとどうやって仲良くなりましたか？マロにとってセイコちゃんどんな人ですか？マロにとってセイコちゃん神様みたいな人で、セイコちゃんとどうやって仲良くなったか、でも好きすぎたんで、好きって気持ちを伝えまくって、セイコちゃんセイコちゃんって感じでしたね。なんか別にこうやったら仲良くなれるだろうセイコちゃんはとか考えたことはないんだけど、好きって気持ちはやっぱり駆け引きせずにまっすぐ伝えるってことが何より大事なんじゃないかなっていうのは、本当に異性、同性異性問わずに大事なことなんじゃないかなというのはすごく日々思いますね。はっ、いっぱいあってきました。深夜に爆食いしたくなった時はどうしてますか？爆食いします。ちょっともうね、結構いっぱいあってきちゃったんで、まあこんな感じでいっぱい質問に答えてきたんですけれども、皆さん、金宮をストッカンで割るなどいうようなことはおすすめしません。一杯も飲みきってないのにこんな感じになりましたし、味に逃げ場がマジでありません。寝たいと思います。おやすみなさい。ということで、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。どうやって締めたらいいんだっけ。ということで、この動画がちょっとでもいいなって思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次はもっと酔っ払えて面白いことができるように頑張ります。ということで、かなぎまろでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。